常連寺は東京都板橋区赤塚五丁目にある浄土宗の寺院。東京大仏があることで知られている。東京大仏は当該寺院の衣装にもなっている。毎年初詣には周辺住民及び高島平団地居住者も多く参拝し、板橋区内でも随一の賑わいを見せる。応援年間に両県無都が山中村にて人々に教えを伝えるために、 創建したと伝えられている。その後、江戸時代の初期の頃までに、板橋区中宿に移転した。当時は、幸運山喜び学院城をンジと称していた。後に、喜び学山のリンジになった。当時委員は、豪州、板橋品の守る忠康の菩提寺になるなど人々から、信仰を得ていた。天正19年に、徳川家康から十国の主因地が寄進され、その後も、 歴代の将軍から、主因地が与えられ、格式ある寺院となった。また、八代将軍、徳川吉宗の高刈りの際の休憩所、おぜぜとしても使われた。その後も長く中塾の地にあったが、首都高速道路の建設と国道17号の拡幅により、昭和48年に現在の赤塚の地に移転した。3号も赤塚山と称した。 そして1977年、かつて東京を襲った関東大震災や東京大空襲など悲惨な震災や戦災が再び起きないよう願いを米東寺院の代名詞にもなっている東京大仏が建立された。1973年まで寺院があったところは現在はマンションになっている。板橋区役所前駅すぐになる。境内にある阿弥陀如来座像で 青銅製の鋳造大仏では、奈良、鎌倉に次ぐ日本で3番目の大きさを誇る。高さは、木段が、地上2メートル、連台2.3メートル、座高8.2メートルの、計12.5メートル。浅草の仏壇店水運動が製造した。文化放送、吉田テ美のノテルテル、ワイドの企画で雑巾をつなぎ合わせ、マフラーをつけてもらったことがある。 武蔵野大地の端に位置するため起伏に富み、緑豊かな、歓声な地域にある。板橋重景のうち、約半数が、周辺に集まっており、赤塚城市、小月院、板橋区立美術館、区立赤塚植物園、都立赤塚公園、区立赤塚ため池公園等がある。穏やかな休日には散策する人を多く見かける。以前は、 初詣の参拝客のうちベビーカー利用者を優先していたが、マナー違反者による混乱や、ベビーカーにつまずいての負傷などの問題が発生した。警察からの要請もあり、2017年よりは一転して、ベビーカーご利用自粛のお願いの看板が出るようになった。鉄道都営地下鉄三田線西高島平駅、徒歩18分東部東上線や赤塚駅。 徒歩18分東部東上線成ります駅、徒歩18分東京メトロ、有楽町線地下鉄赤塚駅、徒歩20分東京メトロ、有楽町線地下鉄成ります駅、徒歩20分バス東部東上線成ります駅北口から、赤羽駅、西口港、乗車6分、赤塚八丁目下車、徒歩5分東部東上線成ります駅北口から、区立美術館経由高島平走車上行。 乗車9分、区立美術館下車、徒歩5分と営地下鉄三田線高島平駅から、区立美術館経由なります駅業、乗車9分、区立美術館下車、徒歩5分。ありがとうございます。